ソウ泉園は東京都小金井市にある有料の庭園、緑地保全地区。畑野正五郎の別荘の一部が庭園として残されたもので、名称は犬飼武氏の命名による。実業家で衆議院議員も務めた畑野正五郎は国分寺岳線の上にあるこの一帯に1914年に別荘を構え、敷地面積3.3ヘクタールほどの庭園を営んだ。 1919年には、犬飼い武士がここを訪れ、手や足を洗い、口を注ぎ、俗人に汚れた心を洗い清める、清々と豊かな水の湧き出る、泉のある庭という意味を込めて、騒浪泉園と命名した。後には、犬飼いの直筆を写した、石の門表が設けられた。昭和に入った後、1920年代後半に、三井鉱山の経営者である、 川島三郎が所有するようになり、第二次世界大戦後は川島家が継承していた。1950年に発表された大岡翔平の小説、武蔵野夫人に登場するハケの家は、僧侶泉園をモデルとしたものとされることがあるが、これには否定的な見解もある。その後、宅地開発の波にさらされ、僧侶泉園の敷地は会社の寮や、 一般の宅地として切り売りされ、1975年の時点で、すでに王子の3分の1にまで縮小していた。さらに、1975年11月には、残る一帯を開発して、高層マンションを建設する計画が明らかになり、小金井市に敷地の買い上げを求める声が上がった。1976年に結成された、園の保全を推し進める会など、 市民や研究者らによる保存運動が功を奏し、現在の総楼泉園の範囲は保全されることとなった。東京都は8億円を投じ、残されていた敷地を段階的に買収して、1977年に都市緑地保全法に基づく緑地保全地区に指定した上で、自然緑地として小金井市に総楼泉園の管理を委ねた。 1978年1月から管理を委ねられた小金井市は1億5000万円をかけて園内を整備し10月1日に開園したが2ヶ月で公開をやめさらに整備をした後翌1979年10月に改めて緑地として開園とした現在は都市緑地法に基づく特別緑地保全地区となっており有料で公開されている ソウ泉園の入り口は敷地の中の高い部分に位置しており、そこから坂を下って国分寺崖線の元に出ると湧水を集めた池がある。ソウ泉園の湧水は東京都の代表的な湧水の一つとされ、東京の名湧水57線にも選ばれている。1985年の時点では池には鯉、船、タナゴ、土壌などが生息しているとされた。敷地内には ブナやケヤキ、高さ20メートルほどもある赤松や杉などが茂っており、モミジなどの紅葉の名所としても知られている。千本ほどの樹木があるとされる雑木林の樹種は合わせて135種類とされ、十数種類の野鳥が観察されるという。敷地内には水金屑がある。ありがとうございます。